はい、皆さんどうもこんにちは、ゆうざきです。またですね、やばい謎を暴いてしまったかもしれないです。ちょっとこれも驚きの情報なのでですね、皆さんにシェアしようかなと思うんですけれども、先にですね、この動画を見る前に、前回の動画ですね、フランソワとクリスチーヌの間のもう2人の姉妹を見つけてしまった。という説の動画をですね、まだ見てない方は必ず見てからこちらの動画見ていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。ということで、この先はその動画を見てくれている前提で話していきますので、よろしくお願いします。ということで、やっていきます。前回の動画の中で、フランソワとクリスチーヌの間にはもう2人の姉妹がいることが判明しましたと。いうことを話しました。そしてその2人の姉妹というのがピーチクとパーチクという説を僕は提唱させていただいたんですね。根拠とか前回の動画で話した通りです。それで説は終わりと思ったんですけど、ちょっと不可解な点がね、いくつかあったんですよね。僕はその情報がね、何を意味するんかとか、あんまり紐解けてなくってですね、ほったらかしにしとったんですが、どうやらこういうことなんじゃないかという、答えにたどり着いたかもしれません。その答えというのを今回お話ししようかなと思います。それがタイトルにもある、パーチク男の子説。いや、男の子ってなんやねんという方に説明すると、男の子っていうのは男の娘と書いて男の子なんですけれども、性別は男なんですが心が女性だったりとか、女装癖がある人のことですね。女装するのが好きな男の子みたいな感じです。で、特に、ただ女装が好きなだけじゃなくって見た目もそして声すらも女性そのもののような、女性になりきってるような男性のことを、特に男の子と呼ばれるようになりましたね。で、その男の子がパーチクちゃんなんじゃないかという説を、今回提唱しようかなというところなんですね。で、ちょっと先にね、言わせてもらおうかなと思うんですが、パーチクちゃんファンの方、本当にすいません。はい、いや、女やろと、勝手に男の子扱いすんなやと、ごもっともです。ですが、これはあくまでも説なので、信じるか信じないかはあなた次第ですから、そう思う方は無視していただければなと思います。パンピーのね、ざれ言ですから、申し訳ございません。ですけれども、結構有力な根拠がいくつかございますので、とりあえず聞いていただければなと思います。ということで、本題に入っていきましょう。前回の動画でもですね、注釈を入れていたんですが、家族構成に実は矛盾点というものがあるんですよね。これは制作者側のミスかもしれないんで、それやったらもうこの話は終了って感じなんですが、意図的だった場合、これは放っておけないなという、矛盾点なんですね。その矛盾点というのが、4姉妹の家族構成の部分です。クリスチーヌちゃんはですね、4姉妹の末っ子と書いているんですね。そして、ピーチク、パーチク、4人姉妹の次女、そして4人姉妹の三女と書いておりました。ここまでは普通ですよね。なんですけれども、フランソワの家族構成、これがなんと4人兄弟の長女となっているんですね。おかしいですよね。姉妹と兄弟、この時点で矛盾が生じてるわけなんです。普通兄弟っていうのは当たり前ですが、兄と弟という家族構成なんですよね。でも他の3人はですね、姉妹と言ってるわけですから全員女性のはずなんですよね。なぜかフランソワだけが兄弟と言ってるんですよね。このことからもしかしたらこの4姉妹の中に男性が紛れ込んでいるんじゃないかという疑問が浮かぶわけですよね。そんなことないでしょうって感じですけどね。なんやってって感じですよね。でもこの中にほんまに男性おるんかと、なんかの間違いちゃいますかと、なんか根拠あるんですかと、あります。あるんです、これが。びっくりしないでくださいね。これはもう意図的なんじゃないかなって思わざるを得ない根拠がありますので、次はそれを見ていきましょう。前回の動画はですね、最後まで見てくださった方やったらわかると思うんですが、一番最後にこのような画像を貼っていました。どうぞ。はい、ということで、不自然ですよね。フランソワ、クリスチーヌ、パーチク、この3人は装飾は多少違えど、ほとんど家の外観が似ているんですよね。屋根の形であったりとか扉であったりとかっていうところがすごい似てますよね。なんですけれども、パーチクだけ似ても似つかないんですよね。どこも共通点がないという、あまりにも不自然じゃないですか。初めこれ見た時はね、不自然やなと思ったんですが、それ以上はね、何も分かりませんでした。でもこれ調べに調べた結果、驚くべき事実を知ってしまいました。まずですね、注目してほしいところがあるんですね。それがここです。はい、ということで、扉の上付近の屋根の形ですね。見てもらったら分かる通り、フランソワ、クリスチーヌ、ピーチク、この3人は形がこう丸っこいですよね。こう丸をイメージしたのかなと思うような形です。相反してパーチクはというと、思いっきり尖ってるんですよね、これね。三角をこうイメージしたのかなと思うような形になってます。これになんか意味あるんちゃうかなと思って、調べてみました。すると、こんなものが出てきました。どうぞ。やばくないですかこれ。ちょっと僕もね、鳥肌立ちました。そうなんですよね。これどうやら丸イコール女性、三角イコール男性を表すことがあるそうなんですね。これはですね、リバーズさんというですね、英国の医師の方が人間の親族関係をまとめるために用いられた系譜法と呼ばれるものから来てるみたいですね。リバーズさんという方が決められたということですね。で、ちなみにこのトイレの標識を丸と三角にしようと決めたのはサミュエル・ジェネンスキーさんというですね、カリフォルニアの博士の方らしいですね。調べた限りでは。このことからですね、丸の形の家の3姉妹。この3姉妹は女性ということで、三角の形の家のパーチクだけがこれもしかしたら男性なんじゃないかという、ことでございますね。いや、どうですかねこれ、偶然だと思いますか？僕はもうこれ意図的としか思えないんですけどね。なんか屋根の色も赤青黄になってるじゃないですか。これ偶然ですかほんまに。あとパーチクちゃんの英語名なんですけど、どうやらロビンという名前だそうなんですね。なんで男とも女とも取れる絶妙な名前つけたんでしょうかね。これも偶然でしょうかね、本当に。でもなんでフランソワだけ兄弟って言ってて、他のみんなは姉妹と言ってるのか。ここはまだちょっと謎の部分なんですよね。この辺りもね、謎が解明したらまた動画にするかもしれません。はい、というわけでいかがだったでしょうか。意外と動物の森ってね、昔からブラックジョークが大量に盛り込まれてきたゲームなんですよね。なので、こういう裏設定があっても全然不自然じゃないんですよね。もっとゴロゴロありそうですね。またちょっとね、いろいろ調べてみようかなと思いますので、面白いなと思う情報がありましたら、また動画にしようかなと思いますので、またよかったら次回も見ていただければなと思います。はい、というわけで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録まだお済みじゃない方は、よかったらこれを機にチャンネル登録していただけますと、すごく嬉しく思います。はい、というわけでまた次回お会いしましょう。それではまたね。ありがとうございました。バイバイ。